ここまでか。が、やられた。ありえん。ナイトレイヴンカレッジ SSR 前代未聞の問題児をさらに追加実装してくるとは。所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか？ナイトレイヴンカレッジに送り返すことも可能ですが。でもなんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも、偵察ドローンから送られてきた情報を見る限り周辺に生体反応は見つけられない。ヘプターハン、ルーク氏、いや、襲撃者は発信機や通信機を所持している？通信機はスマートフォンのみ所持。しかし3名とも電源が切られています。自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。カローンハンと交戦前にルークハントさんが、キデンらが連れ去った我が盟友ビルシェンハイトの気球存亡の時ゆえ、今ここに馳せ参じたって言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。で、例えば？ビルシェンハイトさんが精神的、身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか。彼は芸能活動をしているし、学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。いや、まさかそんな重要事項がステュークスの調書に記載がないはずが。聖者は生きたまま元の世界に返す。それがこの島の掟。万が一を避けるためにも一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても話を聞いてからでも結果は変わらない。そうだね。ホルト、ルーク氏たちを外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。了解。エントランスゲート、エアロック減圧開始。オキアノスホールオープン。嘆きの声が。嘆きの島ってまさか海の中に。ただいまより対象者の移送を開始。ブラインドスタン魔法を執行します。え、うわぁ。君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に街が。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。嘆きの島に。